はい、やってきました西山フィッシュチャンネルということで、今回はね、今が旬の戻りガツオ、これのなんとこのフォルム、これ丸々太った魚雷ガツオがね入りましたんで、これを使ってね今日は撮影していきたいと思います。これね、会長のお魚屋さんでも出してたやつですよ。宮城県気仙沼のね、もう最高の戻りガツオですよ、これ 3.6キロ。かっこいいよね、このフォルム、丸々としたフォルムが。じゃあね、早速さばいていきましょう。まずカツオはね、ここら辺に硬い鱗があります。ここら辺、ここにこういう形で、こういう形でね、これを取っていきましょう。隙引きの要領でね、今日はね、シンプルに叩きで、カツオの、ね、叩きでいきたいと思いますんでね。やっぱカツオは叩きでしょう。刺身と叩き両方でやろうかな、じゃあ。せっかくこんなきいカツオなんでね。多分皮引いても美味しいと思うよ。で、こっち側ね、こんな感じで。硬いとこ取れましたら、反対側も。おっと、転がるね。まん丸、まん丸。はい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 。魚体が丸いからね。まな板の裏で転がっちゃうよね。はい、完璧です。こうしたら、頭落とそうか。よっ。ね、かましたから。結構鋭角に。普通のお魚だったら結構こうなるけど、カツオはね、結構鋭角に入れちゃっていいです。腹びれのところも、こう、グインと、いく感じね。胸びれ上げて、結構鋭角に入れます。縦じゃなくて、結構横目でいいです。横目に入れて、腹びれのところ、腹びれのところからこう入れて、で、この辺で落とすと。よいしょ。こういう形になります。こういう形。結構ね、なんかえぐる感じでいきましょう。よし。で、お腹を割っていきます。ズンズンズンと。うわ、大きいな、これ。肝が大きいですね。おっと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 。これでちょっと洗っていきます。で、まな板とね、お腹の中が綺麗になりましたら、3枚におろしていきます。カツオの3枚おろしはね、結構システムが、お腹のところのシステムがね、他の魚と違うので、他の魚と同じようにやると、失敗してしまいます。結構魚も丸くてやりにくいんでね。ああ、そうか。で、ここ背骨取る人いますけど、背骨取るとね、ちょっと身がボロボロになっちゃうんで、僕は取らない派ですね、カツオ。よいしょ。おい、こんな感じ。おお、見てこれ。めちゃめちゃいいカツオや、これ素晴らしい。で、下の身もやっていきます。うお、うまそう。そしたら腹骨をすいていきましょう。そしたらね、血合い骨を外していきます。カツオ結構血合いが激しいんで、結構厚めに血合い取っちゃって大丈夫です。ほら、この油の層わかりますか？これが戻りガツオなんですね。油の乗ったカツオの証拠です。これ腹の方もすごい。腹の方すごいわ。
真っ白、脂ノリノリです。はい、ということでね、こんな感じでもう骨も全くないおろし身の状態になりましたら、半分皮引いて半分炙ってこう。炙る方は塩を振ります。塩 100%。 うわ、綺麗な皮目で塩振ったらね、炙っていきます。本当はわら焼きがいいけど、お家の中だとわら焼きできないからな。バーベキューとかでこういうの持ってって、もう最後の最後にね、炭の中にわら突っ込んで、こう串刺したこうカツオのね、わら焼きにすると、もう最高に喜べます。パチパチ鳴っておる。ジュクジュク、ほら、ジュク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 、油がすごい。これで一旦冷ましておきます。このまま氷水とかつけて冷やす方もね、いらっしゃいますけど、僕はもうこのまま置いて、もう自然に冷ますのをね、待ちます。じゃあ次は皮引いていきましょう。じゃあこっち側ね、皮引いていきます。うわ、すごい、めっちゃ滑る。これです、皆さん。すっごとろとろ。だいぶこれ、油すごいぜ。いきます。ほら、もうすごい滑ってく。あっぶねー、切れたー。あっぶねー。僕の脇腹が早く行きかけました。調子乗るとこうなるんでね、ちゃんと丁寧にやりましょうね。で、反対側からリカバリー。よし、これどう、これすごいぞ。よし、じゃあお刺身に切っていきましょう。お刺身する場合はね、ここの血合いがあれなんで、血合いだけね取っちゃいます。はい、じゃあね、切っていきまーす。断面がえぐいこれ。これ腹ね、すごいね。はい、じゃあね、炙った方も切っていきまーす。これが背の部分。あ、うまっ。塩味だけでうめえ。はい、完成しました。まるで魚雷、気仙沼産の横綱ガツオのお刺身盛りでございます。食べていきましょう。いただきます。楽しみ。カツオといったら味ポンでしょう。ミツカンアージ1本、ゆずポン。 CM でもカツオのたたきで味ポン使ってたもんね。これはうまそうだ。ネギたっぷりいきます。もう最初からいきますよ。ネギとニンニク、生姜はなかったんだけど、ニンニクだけですけど、生姜は買い忘れてた。もうネギたっぷりで、これね、ネギだくゆずぽん、いただきます。うん、うますぎる。これ腹のとこ脂すごいよ。なんじゃこりゃ。こんなカツオあった
本当に美味しいんだけど、この間のカワハギに次ぐぐらいの美味しさ、最近の魚で。ただのお刺身でもあのカツオ独特の臭みみたいのがない、全くない。やっぱ鮮度もええからやんな、これ。箸が止まりません。どうしましょう。これ炙りです。炙り、炙りもそのまんまいこう、なんもなしで。なんもなしでもうまいもん。ネギと食べることによってさらに美味しい。これ満足だ。すごい満足感。ごちそうさまでした。いやー、満腹でございます。完食でございます。いやー、めちゃめちゃうまかった。今日のカツオは久々にあんなカツオをね、食べましたね。まあ、なかなかお店でも食べれないような本当に美味しいカツオでした。今回のカツオもね、本当にたまたまに市場で、すごいいいカツオを見かけたんで、買いましたけどね。これもいつもあるわけじゃないのでね、まあ、だいたい最近だと木金で、毎週木曜日金曜日名古屋で仕入れたお魚ね、会長お魚屋さん出してますんでね、まあ、木金でね、ぜひぜひチェックしてみてくださいということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回、こうご期待、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。